どうもみなさん、こんにちは。ミステリー作家の七尾石です。はい。今回はですね、見てはいけない映画シリーズということで、興味本位で手を出したら帰り討ちに会ってしまう映画を一本ご紹介します。はい。前もってね、言っておくと、この映画ね、結構面白い。ただ、その面白さをコッパみじんにぶち壊してしまうほどにグロいんですよ。まあ、いくらなんでもね、ちょっとやりすぎ。 さすがは人肉まんじゅうシリーズを排出した国香港ですよ。そのグラサは、そのグロさはですね、人肉まんじゅうシリーズに勝るとも劣らない。グロいだけの映画なら入ってストレートほどありますけどね、本作はそれにとどまらない異次元さがあるんですね。なんかこの映画、90年代の出来の悪い日本のトレンディードラマみたいなんですよ。 <laughs> このグロさと脱力のトレンディードラマとの融合のギャップになんか見ているこちらも平行感覚を見事に狂わされます、まあ、ぶっちゃけね、マジキち頭がおかしいんですよとはいえあまりにもグロシーンがすざまじすぎてこれほどのグロを超えるホラー映画はそうそう出てきません10年に一度のグロさですビジュアル的ななグロさだけではなくて このねすごく嫌な殺され方するんですよそして主人公であるヒロインがどうしてこんな凄惨な殺しを繰り広げるのかその動機もとんでもないことになっていますまずは本作のストーリーをねざっくりと簡単にご紹介いたしましょうかね日本のバブルがはじけた数年後に香港もバブル経済の波に飲み込まれているんですね 日本のバブル期と同様住宅価格が高騰してとてもじゃないけど庶民の手に届かないものになってしまいました広がる格差社会持てるものは贅沢な暮らしを満喫して人生の春を謳歌しています反面,庶,面庶民たちは狭く汚い暗いアパートに押し込められて惨めな生活を余儀,余儀なくされているわけですよねまあ今の日本もね似たようなもんですけど 主演のジョジージ・ホーを演じるチェンは銀行に勤める OL です彼女の夢は湾岸エリアにそびえる超高級タワーマンションビクトリアナンバーワンの部屋を手に入れることです風水の国香港は湖とか湾岸とか水が見える物件が あの価格がね、跳ね上がるんですよ。僕も一回ね、あの香港行ったことがあって、まあ、その時あの添乗員さんの説明受けたんですけど、あそこにあるマンションは、もうね、湖がビクトリア湖か何かがすごくよく見える、一望にできる最高級マンションで、あそこをジャッキー・チェンが買いましたみたいなこと言ってましたけど、とにかく風水の関係で、香港はね、水の見える物件がやったら高いんですよね。で、香港って狭いじゃないですか、なかなかね、水の見える物件ってそうそうないんですよ。 まあ、富裕層がね、住んでいるわけなんですが、そして香港はバブル経済真った中、日本もバブル当時は都心には家やマンションを買えないんで、まあ皆さん八王子とか国分寺とかね、まあ郊外の物件をなんとか買ってたんですよ。まあ郊外ってってね、当時はすごい価格がしたんですね。まあみんなね、30年ローンとか組んで、まあ無茶なローン組んでね、えー 郊外にちっぽけなねクソみたいなう,うさぎ小屋みたいな家買ってたわけですよね都心に家を持つなんて今以上に夢のまた夢だったんですよそして主人公このヒロイン・チェンは少女時代地上げ屋の餌食となった下町で貧しい暮らしをしていたこともあって高級マンションに住むことに異常な執念を持っていたんですね、まあ、日本でもね地上げ屋いろいろ問題になりましたよね香港でもあったみたいです で彼女はね高級マンションタワーマンションに住むことに異常な執念を持っていたでなおかつ水が見える物件にものすごいこだわりを持ってたんですねだから彼女は仕事を掛け持ちして友達の旅行の誘いも断ってね一生懸命マンションを買うための貯金をしていたんですよしかしどんなに働いても働いてもねもうマンションは日に日に高騰を続けていってとても追いつきません でも彼,彼女は自分の夢は諦めなかったんですねマンションを手に入れるために彼女はね想像を絶するとんでもない行動に出ますみたいなそんなお話になっておりますはい、えー、ここからはネタバレもあるので、まあ、この先聞きたくない人は、まあ、ここら辺で視聴を止めてください まあ、かがっつり、ね、ネタバレしちゃいますけど、まあ、この映画は、ね、別にネタバレされたところであんま面白さには変わりはないと思うんでね大丈夫だと思いますけどね、まあ、とにかく、ね、この映画一度見たらしばらくは忘れられない衝撃的な一歩になると思いますホラー慣れしている人でもねこれはかなりきついんじゃないでしょうかそれくらいやばいですマンションを手に入れるためにヒロインは何をしたのかそれはですね住人を惨殺するんですよ 1> 1人や2人じゃダメなんですよ彼女は12人もの住人を血祭りにあげます家に乗り込んでって、まあ、ぶっ殺していくわけなんですけど、まあ、そうすることでマンションの価値が下がるってわけなのねなるほど、まあ、これにはね目から鱗ろも落ちましたよ素晴らしいこの映画とにかくヒロインの殺し方がエグすぎてもはやホラーの域を超えてしまっています一線超えちゃってる 人間ってさ、やっぱりそんな簡単にはすぐには死なないじゃないですか。いや別に彼女は苦しめて殺しようとしてるわけじゃないんだけど、やっぱ殺すにはね、時間がかかるんですよ。いやこんなとこ妙にリアルに描いてるんですね。とにかく殺し方がグロい、グロすぎる。特に印象的だったのは、若い妊婦さんを襲うシーンです。 この妊婦さん、高収入の旦那さんの奥さんで、どうやら旦那は浮気をしているようなんだけど、でもお金持ちでいい生活できてるからいいやみたいなことを友達と電話で女子トークしています。でちゃんとね、メイドさんもいるんですね。ヒロインはその部屋に忍び込んで、まずこのメイドさんを殺します。 包丁を後頭部にグサッて突き刺すんだけど勢い余ってねメイドさんの眼球がね飛び出ちゃうんですよ <laughs> そして次はいよいよね、えー、妊婦さんを襲うんですけど妊婦さん、メイドさんの死体を見たショックであなんかね、破水しちゃうんですよ股間から用水、用水 あと血液流しながら、まあ、逃げようとするんだけどまあヒロインにね頭にビニール袋をかぶせられて掃除機で中の空気を抜かれて真空状態にされます、えー、ナイロンが顔にぴったり貼り付いた状態で用水と血液でもう全身をぐしゃぐしゃになりながらね、えー、もだえ苦しみながら鍛えます なんかすごくう、ね、れしそうにしゃべってますけど全然うれしくなんかないからねあの誤解ないように楽しいだけなんですよ、そしてあの次はですね、えー、っとねえとまあある乱行パーティーをやってる若者たちが集まってる部屋を襲うんですけどこの彼らがやってる最中の男女を殺すシーンがこれがまたすごいんですよ。 男性は、まあ、バッグでズッコンバッグをやってるわけなんですけどその最中に包丁でめった刺しにされちゃうんですねその際、おちんちじゃなくて断性液が切り落とされるんですよこう切断面からは血がどろっと流れてねで先っぽの方からは白濁した精液がトローリとろりとこぼれ出てくるんだけどこの落ちんじゃなくて断性液がやたらとリアルなんですよ なんでここまで解剖学的にリアルなおちんじゃなくて男性器を作ったんだとこのおちんちんには作り手のただならぬ情熱とこだわりを感じました、まあ、やっぱね股間にはねお金かけなきゃダメですよねいやーすごいなこのシーンは一回ね一見の価値あるでですよ、まあ、ほんとすごいその後、まあ女も襲うんですねまあ、こちらもありえない殺され方をします そして、ヒロイン自身も一方的に殺すだけじゃなくて、これなかなかにね、グロい反撃を食らうんですよ。こういった演出も面白かったですね。まあ、一通り彼らを殺して、ヒロインも大怪我を負ったとこで、なんとそこに警察が訪問してくるんですよ。なんか通報があったみたい。このバレそうでバレない一悶着に、ハラハラドキドキしちゃうんですよ。いや、いつの間にか、このヒロインを応援しちゃってる。おいおい、どうなってんだって話ですよ。 はいといとうわけでねもう少し詳しくレビューはしますけど、まあ、その前にねいつものように映画の評価額をつけたいと思います大人の映画監視用料金1800円に対してこの映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます映画「ドリームホーム」評価額はズばり1500円傑作です いやーもうとてもおすすめできないもう小室圭さんと秋篠宮、眞子さまのデート分ー,ーにはもうとてもお勧すすめできないなんて言っておきながらですねなんでこんな高得点がついちゃうというか高評価がついてしまうのか、はいまあ、後悔してもいいから突き抜けたグロいホラーを見たいっていう人にはね強力にお勧めできますでも興味本位だったらやめることをお勧めしますよ できたら、この映画を見ないで済む人生を送っていただきたいと思うわけですよ、皆さんには。この映画は、ただのグロで終わってないところがまた狂ってます。ヒロインは、殺戮シーンでは、ホラー映画史上、稀に見るマジキチサイコキラーなんだけど、普段はどこかすっとぼけた、まあ、可愛い、まあ、冴えないんだけど、可愛い OL ちゃんなんですよ。なんかね、まるで、その、彼女の、この、 サイコキラーじゃない日常生活のシーンはまるで90年代の出来損ないのトレンディードラマみたいな脱力なドラマが展開されていきます不倫とかそういう不倫とかあったりまあ石原さとみとか新垣結衣みたいなヒロインが演じる頑張っているのに恋にも仕事にも報われない OL みたいなエピソードなんですよねそんな彼女がターマンに行くと人肉まんじゅう真っ青な殺戮を繰り広げている 被害者たちも決死の反撃をしてくるのでこちらも思うようにはいきません包丁でお腹をぐさりと刺すとなんかこうテカテカした美味しそうな内臓が溢れるようにこぼれ落ちてきますドサーッとねいやこの人もなかなか死なないんだけどこれがね程よいブラックジョークになっているんですよそして何より動機がマンション全体を事故物件にして自分が購入できるまで価値を下げようというこの発想がすげえ 思いついても実行には移さないよって話です。いや、さすがは中国5000年の歴史は違います。素晴らしい。感動しました。さすがはチャイナ。えラストも、なんとも皮肉なサブプライムショックなオチがついて、これはこれで笑わせてくれるんですね。いや、このヒロイン、とことん報われない。でもきっと大丈夫。このヒロインなら、きっと幸せをつかむことができるはず。 ヒロインの女優さんもハーフっぽい顔立ちの綺麗な女,女性ですね何でもリアルに富豪の娘らしいですというわけでやりすぎグロって感じのホラーなのにあまり有名ではありません今配信されてないんでツタヤでレンタルですかね僕も当時これ劇場鑑賞したんですが久しぶりに見たいなと思ってツ y a に行ったら置いてあったんでえ見たんですけど今見てもめちゃくちゃ面白いホラー映画でした 日本映画だとこれに似た映画ってやっぱり冷たい熱帯魚になるのかなでも冷たい熱帯魚を圧倒してるんじゃないかなと思いますよ。まあ冷たい熱帯魚もすごかったけどね。あ、そういえば冷たい熱帯魚も切断されたおちん、えー、男性断出てきましたよね。